ナブラトリのお祭り中の女神ドゥルガへの賛美。ナブラートリは、神々へ、祈りや踊りが捧げられ、祝われるヒンドゥー教の祭り。ナブラートリとは、サンスクリット語で、九つの夜を意味する。九回の夜と十回の昼が繰り返される間、九つの、姿をとって表出する女神、もしくはそれらの女神が体現する、女性原理の神聖な力が崇められる。 毎年春の初めと秋の初めに、気候や太陽の影響が変動する節目が訪れるとされ、ヒンドゥー教にとってこの二つの時期は、母なる女神を崇拝するための神聖な景気と、みなされている。祭りの日取りは、退院歴によって決定される。地域によってナブラートリは、盛り上がりが最高潮を迎える最終日10日目、ビジャヤーダシャミーを加えて、 ダシャーラーと言われる場合も多く、これら10日の間、様々な姿で表出する悪期退治の女神、ドゥルガーへの熱心な賛美が行われる。西ベンガル州ではドゥルガーを祝福すべく、信者たちによって火が灯される。パールバティもしくはドゥルガーへ捧げられる5種類のナブラートリーが存在するが、現在ではこのうちの3つしか祝われていない。 アースビナ好きのシロブンのプラティパダーからナバミーまでの期間に行われるとダウミア書には記されている。ワーラーナシーで祀られているナバドゥルガー像、ドゥルガーの9つの姿を表したもの。ナブラートリの期間中は、以下に示される9人の女神の形態をとって現れる、女性原理の神聖な力が崇拝される。ただし、伝統的にどの女神が建て祀られているかは、 地域によって異なる。ナブラートリゴルの展示。様々な、ドゥルガーの姿が人形で、表現されている。タミル・ナード・シュシャラド・ナブラートリは毎年10月の、始まりに9日間の夜に祝われる祭りで、ヒンドゥー歴アーシュイン好きの白文初日から始まる。インドにおいて、ナブラートリは、様々な形で祝われる。北。 インドでは大変な熱狂を伴って祝われ、9日間、昼間の断食や、様々な姿をとって現れる母なる女神たちへの、礼拝や捧げ物などがされる。チャイトラナブラートリは、ラーマナバミリの日に、シャラドナブラートリは、ドゥルガープージャーの日に最高潮を迎える。特に、ヒマーチャルプラデイシュ州の空流渓谷で行われる、ダシャーラー祭りが、北、インドで有名である。 インド東部の西ベンガル州では、シャラド・ナブラートリ最後の4日間が、ドゥルガー・プージャー祭として、熱烈に祝われ、この祭りがこの地域における1年間で最も大きな、祝祭である。麻痺者を倒すドゥルガーの姿をかたどって、粘土で精巧に作られ塗装された、等身大の巨大な心臓が、アーシュビン好きの白分6日目から、祭りの期間中に寺院などで祀られた後で、10日目に、 川に流される。インド西部、特に、グジャラート州では、ナブラートリーの期間は、ガルバーで祝われる。元来この踊りはこの地域特有の慣習だったが、大勢で楽しく盛り上がれることから近年では、インド国内各地や、海外在住インド人たちの間でも人気が高まって、きている。様々な神々を祝うため、ナブラートリーの9日間は3日間ずつに分けられる。 自らの不浄なものを打ち砕いてくれる存在として、ドゥルガー女神へ祈りが捧げられる。信奉者に尽きることのない富を授けると、考えられている母神ラクシュミーへの祈りが捧げられる。知識を司る女神サラスバティに対する祈りが捧げられる。このように、人生におけるあらゆる成功を得るべく、信者たちは9日間の夜の祈りを通じて、 女神たちの持つ蒸気三つの側面での祝福を求める。南インドでは、サラスバティ・プージャーという儀式が7日目に行われる。ベンガル地方では8日目は、ドゥルガーシュタミイーとされている。9日目は、アーユダ・プージャーが行われ、ビシュバカルマ神に対する儀式として、ペンや本から車や、機械類などに至るまで様々な商売道具がきれいに、掃除されたり、塗装し直されたり、 新たに買い改められたりして、翌日から気分一新して商売始めを迎える準備がなされる。10日目は善であるラーマ王子が悪に打ち勝った日、ビジャヤーダシャミーとして悪心ラーバナの人形が燃やされる。南インドではこの日から幼稚園児の授業が始められ、また学生は教師を第三の神として敬い、彼らへの意見の念が示される。 ナブラアトリーの間は、ドゥルガー女神の信奉者たちの間では、断食が行われ、健康と繁栄の加護が願われる。また、事故を見つめ直し魂を清める期間であるナブラアトリーは、何か新たなことを始めるにあたって、縁起の良い時期であると、伝統的に考えられている。この厳粛な宗教行事の期間中、家の中の正常な場所に、水亀が一つ置かれ、 9日間絶え間なく瓶の中で火が灯され続ける。この火を覆い囲む瓶は宇宙を表し、燃え続ける10日は宇宙に三千と輝くアビシャクティを人間が崇めるための媒体とされる。ナバが、キュー、ラートリが、夜をそれぞれ意味する。ありがとうございます。